ションブラックアウト SBO です。全電源を喪失した福島第一原発に史上最大の危機が訪れる。最後に何とかしなきゃいけないのは現場にいる俺たちだ。原発内に残り戦い続けた人々を海外メディアは福島フィフティと呼んだ。現場の人間体張ってんだよ。本当は何やってんだよ。津波により破壊された原発屋外のオープンセットを建設し、大規模な撮影を実施。当時の様子を正しく描くため細部までこだわり、歴史上類を見ない大事故を描く。何が起きてる、あいつら止めろ。みんなに伝えていきたい映画だと思います。本当にああいうことが起こってたんだっていうことも私たちは知らなきゃならなかったなっていうふうに思いました。こんな男たちがもしかしたら世界を救ったのかもしれない、そういう思いでこの映画を届けることができたらと思います。この負の遺産を明日へ、そして未来へのバトンとして渡すことができると思います。豪華キャストとスタッフで送る2020年最大の映画がついに公開。福島50。